ドーナツの、では日本でたくさん小学校に行きました、就職時は最も面白いと思います。アメリカの友達たちと違って日本の子供たちはしなくていけないことたくさんあります。例えば食べ物を海苔に行って持ってきます。そしてこのグループは食べ物を盛ります。大体メインディッシュは魚か肉です。それから牛乳と野菜かスープとパンかご飯があります。日本の学校では厚紙で作れるスプーンを使うことに驚きました。その後で片付けのグループは昼ごはんの食器に台所に持っていきました。残りの学生は救出を